ルクレーツィア・ランドリアーニとされる肖像画、ルクレーツィア・ランドリアーニは、ルネサンス期の愛称。除血カテリーナ・スフォルツァの母、ルクレーツィアは1440年に、ミラノ周辺で生まれた。両親については不明であるが、美しいブロンドの髪と青い目、そして優雅な物腰で有名な美少女だった。ピエロ・デル・ポンライ・オーロの肖像画がよく知られている。ルクレーツィアは、 ランドリアーニ伯爵の夫人となり、二人の子を産んだ。ミラノ公ガレアッツォ・マリアス・フォルツァは、ランドリアーニ伯爵と知り合いであり、ルクレーツヤの美貌に一目惚れして、ぜひ自分の目かけとしたいと考えた。そして1460年頃、ガレアッツォは、ルクレーツヤを欺いて、自分の上塞に呼び寄せると、彼女を部屋に連れ込んで交換した。ルクレーツヤは、 ガレアッツォの愛称となることを強要された。ルクレーツヤは20歳、ガレアッツォは16歳だった。その後、ルクレーツヤは、ガレアッツォの子を1461年、1463年、1465年、1467年の4回に、渡って生んでいる。そのうちの一人が、有名な女傑カテリーナスフォールザだった。その後、1476年に、 ガレアッツオは暗殺され、ルクレーツヤの没念は伝わっていない。ありがとうございます。